はい、こんにちは。横浜館内の鉄です。今日はですね、赤レンガ倉庫でハンバーガーフェスとこちらのフリマですねを取材していきたいと思います。はい、こちらのフリマスペースはですね、雑誌のセカンドという雑誌でファッション関係の人が集まって出してるフリーマーケットみたいです。はい、こちらはですね、だいたい30店舗ぐらいのキッチンカーが出てる感じですね。まあ、ハンバーガーと、それからホットドッグとか、それからサンドイッチとか、あとスイーツ関係もあるみたいです。はい、こちらですね、カナイ牧場の佐世保バーガーですね。 150g のパティと特別なソースが決めてるらしいです。美味しそうです。はい、こちら3代目岩崎本舗の長崎角煮バーガーですね。これは3時間かけてトロトロに煮込んだそうです。はい、こちらグッデーズバーガーですね。チーズバーガーが美味しそうです。はい、こちらですね、アメリカンバーガーキングザ田代さんですね。こちらのハーフポンドバーガー、これは上州牛のお肉を使っているということで、すごいボリュームがあって美味しそうです。はい、こちらですね、キャミフーズのホットドッグですね。こちらなかなか肉の食感とジューシーさが売りだそうです。はい、こちらブルズさんですね。こちらハンバーガーだけじゃなくて、お弁当もやってるみたいです。はい、こちらスモーキンブルームーンの店ですね。チーズバーガーとかアメリカ風なバーガーみたいです。こちらはディーニーズ東京マクベスというスコットランド初のサンドイッチっぽいものみたいです。はい、こちらバルドゥーンという店ですね。ドイツ人の手作りソーセージということで、実際にドイツの人がやってるみたいです。ホットドッグですね、かなりジューシーっぽいです。はい、こちらはデリカテッセンミュンヘン、まあドイツ風ですね。こちらハーフメータードッグですか、ホットドッグもう売り切れしちゃったみたいです。はい、こちら234キッチンですね。こちらはジャンクバーガーということで、結構トッピングがいろいろ入ってるみたいなんで、これは後で食べてみたいと思います。並んでないようですけど、こちら40分から1時間待ちということで、皆さんどっか他のところで待ってるみたいです。もう販売ストップですね、これ相当人気だったみたいです。うちの方は先ほど注文してたので、あと30分後ぐらいには食べれそうです。はい、こちら銀座6丁目フライの家ということで、こちらもですね、マグロフライバーガー売り切れちゃってます。はい、こちら立花屋ですね。南米のチミーというホットドッグみたいです。なかなかボリューミーで美味しそうです。はい、こちらはですね、ザ・ニューヨリカンボックスというキューバンサンドのお店ですね。なかなかトロッと美味しそうです。はい、こちらザ・キャンディーナということで、タコスとかタコライスとかナチョスとか美味しそう、メキシカンっぽいですね。はい、こちらはですね、ハングリータイガーのお店ですね。ハンバーガーというよりもスペアリブを売ってるみたいです。はい、こちらロスアミーゴスというお店で、アラビックビーフキーマドッグということで、ホットドッグですね。なかなかキーマのカレーが乗ってるんですかね、美味しそうです。はい、こちらケイズビットさんですね。リアルアメリカンバーガーということで、かなり立派ですね。ちょっと食べてみたいんですけど、すごい列ですね。ちょっと無理かな。はい、こちらはアイナブハパのお店で、こちらウイスキー普通に売ってるみたいです。はい、こちらボックスバーガーとお店のハンバーガーの名前もボックスバーガーですかね。幻の牛と呼ばれる相州牛脂をということで、究極のハンバーガーだそうです。はい、こちらシャロー B さんのチーズステーキ、すごいですね。こちらホットドッグですけども、牛肉とオリジナルチーズが入ってるスペシャルサンドだそうです。はい、こちら JS バーガーカフェのリッチバター
バーガーということで、スパイスを効かせたオリジナルバターが味の決め手だそうです。はい、こちらですね、エルカミオンバイバイティワイハーバーブルーバリーまあ、クラフトビールのお店ですね。こちらはビールと、あとはチリチーズドッグがあるみたいです。はい、こちらトルコスタイルさんですね。もともとケバブのお店みたいなんですけども、ハンバーガー大好きということで、ダブルチーズハンバーガーセットとか、なかなかフレンチフライとかついて美味しそうです。はい、こちらウェイバックハンバーガーですね、バーガーですね。こちらはなんか全てハンバーガー売り切れですね。まあ、アメリカのオーソドックスなハンバーガーっぽいですね。美味しそうです。はい、こちらブラックバーガーという店ですね。本当にハンバーガーが真っ黒見えますかね。こんな感じで竹の炭を使ってるみたいです。はい、こちら BK ジャックさんですね。クリームチーズバーガーということで、まあ、アメリカっぽいハンバーガーですけども、国産和牛の仙台牛を使ってるみたいです。はい、こちらトゥーダウンオールブルーというお店でですね、まあ、ドーナツのお店ですね。こちらは18種類のフレーバーをラインナップしてるドーナツショップみたいです。もちもちっぽくて美味しそうです。はい、こちらですね、洋画クラブさんですね。こちらの究極のネイキッドバーガーということで、シンプルな味をこだわったグリル料理のレストランだそうなんですけども、まあ、そこの自家製ハンズを使ったハンバーガーですね。はい、こちらがベリーズベリーさんですね。こちらストロベリーバブルワッフルということで、かなりですねワッフルのこだわりを感じる、まあ、パティシエさんが作ったワッフルだそうです。いちご農家さんが作ってるみたいです。こちらはファイブスターズさんですね。カスタムチュロスということで、10種類のフレーバーを使ったチュロスみたいです。はい、こちらホメロプローストさんです。こちらもベルギーのフライドポテトプラス自家製のディップソースを使ったポテトの専門店みたいです。はい、こちらがフリマですね。結構ですね、いろいろ T シャツとかシャツとかいろいろカラフルでファッショナブルな感じの商品が多いみたいです。ここで気に入ったの見つけるとすごくお買い得だと思います。かぶりでその竹で、なんかアメリカのシャツみたいですね。まあ3000円から5000円ぐらいでちょうどお手頃な価格だったりします。はい、こちらは結構ジージャンとかいろいろあるって、結構新品もあるんですかね。こちらはオール2000円ということでですね、お手頃ですね。はい、こちらのお店でですね、ルコツハンバーグ弁当を買ってみたいと思います。ハンバーガーの方はソールドアウトということで、まあ、今15時なんですけど、結構ですねもう売り切れの店が増えてる感じですね。はい、こちらのお店でですね、ルコツハッピーハンバーグ弁当、こちらを買ってきました。美味しそうです。はい、こちらですね、ハンバーグ結構ソースがしっかり効いてて美味しそうです。うん、しっかり肉の味が残っててですね、美味しいです。こちらのお店でですね、ジャンクバーガー1時間20分ぐらい待ってやっと購入できました。まあ、こちら1時間ぐらいずっとですね、販売中止になってたんですけども、限定150個で販売も開始したみたいです。はい、こちらですね、ジャンクバーガーですね、かなり肉ががっつり入ってる感じです。ちょっと食べてみます。
かなか肉肉しいハンバーガーで、ハンバーガーらしくて美味しいです。はい、こちらのお店ですね、粗挽きビーフキーマドッグ、こちらを買ってみました。はい、こちら粗挽きキーマドッグですね。結構カレーの味が効いて美味しいです。はい、今16時ぐらいですけども、まだまだ人がいっぱいですね。ただ結構ハンバーガーは売り切れてるので、お目当てのハンバーガーある方はできるだけ早めに来た方がいいかなと思います。それではですね、ご視聴ありがとうございました。参考になったという方はですね、いいねボタン、それからフォローしていただけるとありがたいです。それではまた。